しあの時。もし。あの時俺が。もし。あの時ナズナが。ナズナ！今日はモシモ神社のお祭りと花火大会です。もしも。私も泳ごうかな。のりみちくん。出なさい。登校日だからって気抜いてんじゃないわよ。うっせえな、まだ出ねえんだよ。うん、朝ごはん、ゆうべのカレーだからね。やめろよ。それでは、今日のピンスポット天気はこちらからです。もしも町の勝沼さん。はい、おはようございます。今私はですね、今日の夜花火大会が行われるもしも灯台に来ているんですね。こちらの天気なんですが、午前中から安定した晴天に恵まれます。午後から夜にかけても大きな天気の崩れの心配はありません。かったりな。なんで登校日なんかあんだよ。お前はまだいいよ。ん？なんで？母さんたち午後からいないから。あ、この子のお昼は冷蔵庫の中のもの適当に食べてね。どっか行くの？ガラクタ集めてフリーマーケットやるんだってよ。お祭りで？誰が開くんだよ。店を閉めてまでやることかってのな。なんか言った？あ、行ってきます。父さん、嫌だったらいいのよ。うん。
近道。マジか、ずるいぞ。おい、待て、乗り道。やったいいよ。負けねえ。大丈夫か。あ、うるせえよ。待てねえ。待ってねえ。これじゃない。できる？お前できないの知ってて言ってんだろ。案外やれっかもしんねえぞ。やってみろ。してさ、お前おはよう、ナズナ。昨日話してた俺さ、なあ、おお、ナズナ可愛いよな。おいか、どこがだよ。つうか、こくりてんだけど。こくれ、夏休み二人でどっか行きたいじゃん。今日の花火大会とかさ。だからこくりゃいいじゃねえかよ。こくれるわけねえだろうが。断られたらどうすんだよ。恥ずかしい。知らねえよ。はい、席に着く。今日はもしも神社のお祭りと花火大会です。たくさんの人出になると思います。友達同士で行く人はあんまり遅くならないように。先生は誰と行くんですか。え、彼氏じゃねえ。田島くん、あんたいい加減にしないとセクハラで訴えるわよ。じゃあ俺はパワハラで訴え返してやるよ。あんた本当にいい加減にしなさいよ。うわ、やべ、来た。こら、降りなさい。ほら、ほら、はい、先生戻んねえと。何言ってんの、ほら。じゃあ話しないと、ほら、みんな待ってっか。早く降りなさいって。たく、どうする、今日。生徒たちに彼氏と行くんですかとか言われちゃった。マジで、そっか。そろそろ公表する時期かもな。やめてよ。大体あの時は二人とも酔ってて。先生。はい。あ、及川さん、どうしたの？何これ。ママ、お母さんが先生に渡すようにって。え、及川？うん、しかも夏休みの間にだって。マジで、随分急だね。あら、再婚するんだお母さん。
なんだかね、こればっかりはリアクションしづらいな。そうね。いいのかよ。はあ、プール当番の特権だろ。だよな。お、え、あいつも当番だっけ。いや、俺らだけだろ。あ、水泳部か。今日部活あんの。知らねえ。つうか俺便所行ってくれ。おお、なんでだよ。ナズナ見たらうんこしたくなった。わけわかんねえ。部活？違うよ。え、泳ぐの？泳がない。え、じゃあなんで？なんででしょう。おい。何？トンボ。え？止まってんぞ。取って。え？捕まえてよ。え？何それ。ああ、朝海で拾ったの。石？ガラスか。わかんない。でもなんか綺麗だったから。へえ。うんこ出なかった。お、そうなんだ。なあ、50メートル競争しようぜ。おお、いいぜ。なんかかけようぜ。あ、どうする。じゃあ、俺が勝ったらワンピースの最新刊買ってくれよ。おお、いいぜ。え、お前が勝ったら。じゃあ俺が勝ったらナズナに告る。はぁ、おい、なんだよそれ。ずりーぞ、てんめえ。冗談だよ。ナズナ取られたくねえんだろ、お前。はぁ、なんでだよ。何？ん？50メートル？え？私もやる。は？なんかかけてるの？え、おう、まあな。じゃあ私が勝ったら何でも言うこと聞いて。なんだよそれ。いいじゃん。じゃあ行くよ。よーい、スタート。Thank you.
今日の花火大会行くの？え？二人で行こうよ。え？なんで？なんでって。好きだからよ。え？うん。五時に迎えに行くから、家にいてね。いってぇ。思いっきり足ぶつけちったよ。あれ？どっち勝った？おい？返して。え？それ、私の。ああ。丸だよ。平べったいんだよ。絶対丸だって。だって考えてみろよ。火薬が爆発すんだぞ。丸いに決まってるだろ。あ、なあなあ。花火って横から見ると丸いと思う？平べったいと思う？何それ、ロケット花火？ちげえよ、でかい打ち上げ花火だよ。平べったいんじゃね？ほら見る。ふざけんなよ、丸いに決まってんだろ。ゆうすけは？わ、あ、わかんねえ。バカじゃねえのお前ら。だって線香花火だって丸いだろ。でかいのはわかんねえじゃねえかよ。じゃあお前ら平べったい花火見たことあんのかよ。俺あるぜ。ほら、ミノルの言うことなんか当てにならねえよ。ほんとだって、去年じいちゃんの家で花火大会見たとき、庭から見たら平べったかったぜ。こっからじゃ角度が悪いってじいちゃんも言ってたもん。ほら、じいちゃんが言うなら間違いない。じいちゃんがボケてんだよ。ボケてねえよ。じゃあ多数決取ろうぜ。いいぜ。そういう問題じゃないんだよ。平べったいと思う人。はーい。そんなに言うならかけようぜ。何かけんだよ。もうじゃあ、もし花火が平べったかったら、夏休みの宿題俺らの分全部お前やれよ。おお、いいねいいね。そうしようぜ。じゃあ丸かったらどうすんだよ。三浦先生のパンチの写真やれよ。え、でもそんなのどうやって手に入れんだよ。俺が撮ってやれよ。どうやって？なあ、でも花火横からってどうやって見るんだよ。ヘリコプター。そんなの簡単だよ。いいか、ほらこのもしも灯台、海岸からちょうど真横の位置に立ってるだろ。花火が上がるのがこのもしも島だから、つまり花火が横から見えるってことじゃね。ああ、そうか。え、誰が行くんだよ。俺が行くよ。つうか、みんなで行こうぜ。ああ、じゃあ俺も行く。おお、行こうぜ行こうぜ。面白そうじゃねえか、そういうの。おお、じゃあ行こうぜ。よし、これで夏休み遊びまくれるぞ。いや、まくれねえし。のりみちは？どうしよっかな。行こうぜ行こうぜ、仲間じゃねえかよ。よし、じゃあ5時にもしも神社集合な。イエーイ。オッケー。なあ、本当にパンチラ写真撮ってくれんの？おお、おおじゃねえよ。なんでいるんだよ。いや、不用心だよなお前んち。いつも裏開いてんだもん。
だからって勝手に入んじゃねえよ。いいじゃねえかよ、どうせ5時まで暇なんだろ。偶然だな、俺も暇なんだよ。そういう問題じゃねえだろ。お前それ古いぜ。ただいま。おかえり。ちゃんと挨拶しなさい。あれ、登校日だったの。暑かったでしょう。アイス買ってきたからみんなで食べようよ。どれがいい、ナズナちゃん。お、ナズナ。ごめんね。いいよいいよ、大丈夫。学校はもう手続きしたの？うん、今日担任の先生に伝えて。でも友達と離れるのは寂しいだろうね。うん、あの子友達少ないから気にしないで。彼氏とかは？いるわけないでしょ。わかんないよ、最近の子は。ずりーぞお前。だせー。あ、もう5時だぜ。あー、ちょっと遅れて食うくらいでいいんじゃね。7。つうかさ、花火なんて丸いに決まってんじゃん。え、そうなの？そうだよ。え、お前マジで言ってんの？いや、まあ、うん。いや、バカじゃねえのお前。いや、どこの世界に平べったい花火があんだよ。火薬が爆発するんだから、どこから見ても丸いに決まってんじゃねえかよ。そっか。でももしも平べったかったらどうする？そんな世界あるわけねえだろ。じゃあなんでさっき言わなかったんだよ。あいつらに付き合ってやっただけじゃん。え、マジっすか。ああ、平べったいぞ。やっぱりな。お待たせ。おお。え、お前どうしたの。なんだその格好。え、冒険的なあれじゃねえの？なんだよ。お、そうだ、和弘、花火はやっぱり平べったいってよ。は？こちらにいらっしゃるお方、何を隠そう現役の花火職人なのです。花火師が言うんだから間違いねえだろう。いてっ、お前。うわ、お前これ医者行った方がいいぜ。大したことねえよ。いや、わかんねえぞお前、破傷風にでもなったら死ぬかもしんねえぞ。そうなの。俺ん家行ってさ、親父に見てもらえよ。純一たちには俺から言っておくから。やだよ、一緒に来いよ。待ち合わせに遅れるだろうが。行けって。なんだよ。あとさ、ん、うちにナズナがいたら俺行けなくなったって言っておいて。は、何それ。なんかあいつに花火大会行こうとか誘われてさ。いつ。さっき。さっきってプールで。行けばいいじゃねえかよ、好きなんだろ。は、何それ。そんなわけねえじゃん。いつ行ったそんなこと。ずっと言ってたじゃねえかよ。は、なんて。だから好きだって、告りてえって。ギャグだよギャグ。あんなブス好きになるわけねえじゃん。バカじゃねえのお前。おお、やだやだ。はい、安住くんいますか。ゆうすけくん、まだ帰ってないと思うけど、花火大会に行ったんじゃないかしら。そうですか。ねえ、それどこで買ったの。いいだろ。お待たせ。あれ、のりみちは。ああ、なんかちょっと怪我して俺ん家で親父に見てもらってる。ああ、
じゃあお前んち寄って乗り道連れてこうぜ。え、だーし、おい、いいけど和弘、おせって。チューハイもう一杯。あんたいいのかよ、行かなくて。え、花火大会準備とかあんだろ。おい、それにいいのかよ、あんないい加減なこと言って。え、花火が平べったいとかさ。お、んなこと言ったか俺。えあ、すいません、すいません、ゆうすけくんの紹介で来たんですけど。破傷風？なるわけないだろう、この程度の傷で。はあ、いで、動かないでね。で、ゆうすけはどこに行ったの？あ、なんか花火大会に。たく、何が花火大会だ。遊んでばっかりいやがって。だから私立に行けって言ったのに。花火って丸いんですかね、広べたいんですかね。ん、あ、いや、何でもないです。じゃあ一応お薬出すから待っててね。はい。ゆうすけ待ってるの？来ないよ。あ、そう。もし、え、もし島田君を誘ってたらどうしてた？やっぱり逃げた？クロール、勝った方を誘おうと思ったの。急にそう思ったの。島田君が勝つと思ってた。なんで負けたの？及川が早かったから、ちょっと焦って。うっ、私のせい？全部私のせいなの？つうか、なんだよそれ。何が？それ。わかんねえよ。家出してきたの。マジかよ。マジ。出ていくの私、この町から。冗談だろ？そう、冗談。は？どっちだよ。どっちでしょう。え？なんで島田君が勝つと思ったか、わかる？やめてよ、離して。
おい、なんだよあれ、ナズナだろ。あ、お何、なんかあったの？やばくね？母親怖え。何あいつ超やばかった。あんなナズナ見たことねえよな。あーそうだよな。体罰？やめろよ。おい、よせよ。何やってんだよお前。あの時、もし俺が、もし俺が勝っていれば、あの時。おい、ノリミチ、てめえどういうつもりだよ。くそ、もしも俺が！もしも俺が勝っていたら、あの時、なんだよ。のりみちくん、今日の花火大会行くの？え？二人で行こうよ。え、なんで？なんでって。うわ、やめろよ。5時に迎えに行くから。必ずいてよ。わあ、いやー、途中でうんこしたくなっちゃってさ。え、ナズナは？おい、丸だよ。平べったいんだよ。絶対丸だって。だって考えてみろよ、火薬が爆発すんだぞ。丸いに決まってんだろ。あ、なあなあ、花火って横から見ると丸いと思う？平べったいと思う？何それ、ロケット花火？ちげえよ、でかい打ち上げ花火だよ。平べったいんじゃね？ほら見ろ。ふざけんなよ、丸いに決まってるだろ。え、乗り道は？ね、わかんねえ。じゃあお前ら平べったい花火見たことあんのかよ。俺あるぜ。ふら、ミノルの言うことなんか当てにならねえよ。ほんとだって、去年じいちゃんの家で花火大会見たとき、庭から見たら平べったかったぜ。こっからじゃ角度が悪いってじいちゃんも言ってたもん。ほら、じいちゃんが言うなら間違いない。よし、そんなに言うならかけようぜ。オッケー。何こけんだよ。もうじゃあ、もし花火が平べったかったら、夏休みの宿題俺らの分全部お前はやれ。いいね。のりみちも行くだろ。え、帰るぞ。お、あ、うん。
じゃあ5時な。用じゃねえよ。なんだよお前、不用心だよな。お前んち裏開いてたぜ。だからって勝手に入んじゃねえよ。学校はもう手続きしたの？うん、今日担任の先生に伝えて。でも友達と離れるのは寂しいだろうね。うん、あの子友達少ないから気にしないで。彼氏とかはいるわけないでしょ。わかんないよ、最近の子は。おいかは？いや、ちょっと行けなくなっちゃってさ。いや、ゆうすけたちと約束しちゃってさ。男同士の約束って破れねえんだよ。なあ、神社行くのやめね。え、花火なんかさ、丸くても平べったくてもどっちでもいいじゃん。浜辺で普通に見ようぜ。ああ、うん。つうかさ、平べったいに決まってんじゃんな。え、そうなの？そうだよ。え、何？お前マジで言ってんの？あ、いや、まあ。お前こうやって丸く爆発すんだぜ。こうやって横から見ればほら平べったいじゃねえかよ。おお、そうか。だからわざわざ東大まで行く必要ねえんだよ。やめようぜ行くの。おう、ぜ、じゃあそうすか。あー、それ古い。え、そうなの？あ、あー、じゃあ俺ちょっと飲み物買ってくるわ。え、マジで？サンキュー。あ、じゃあなんか炭酸系。あ、オッケーオッケー。やっぱ俺行くわ。今降りっから一緒に行こうぜ。え、みんなに悪いじゃん。そんな。どうするの？乗って。え、いいから早く。なんで？あいつ。ねえ。え？あ。どこ行くの？わかんねえ。
うっせえ。はあ、何切れてんの。切れてねえよ。どうすんだよ。え、行かないのかよ、花火大会。行きたいの？だってお前が。ああこれ。ああ泣いちゃった。ねえ、どこ行こうか。東京？大阪？どこでもいいよ。家出か？そうだろ？お前家出してきたんだろ？家出じゃないわよ。じゃあなんだよ。駆け落ち。駆け落ちって二人で死ぬの？それは心中でしょ。思ってなあ、ちょっと休もうぜ。ざけんなよ、お前が行こうって言ったんだろ。もう限界。つうかお前そん中何入ってんだよ。なんだこれ。お前行商にでも行く気かよ。ほら早く行かねえと間に合わねえぞ。あいつ、なんかあったのか。女の子はどこに行ったって働けると思うの。年ごまかして16歳とか言って。見えねえよ。そうかな。つうかどこで働くんだよ。夜の商売とか、キャバクラ、ガールズバー。無理だろ。どう？16歳に見える？これ見て。今朝ね、海で拾ったの。何これ？わかんない。けどなんか、これを見つけた時に決めたの。出て行こうって。違うな。のりみちくんが勝ったら。そう、のりみちくんがクロール勝ったら出て行こうって決めたんだ。そうだ、だから責任取ってよ。え？一緒に来てくれる？
ナズナ。何？なんだお前は。ノリミチ君。あの時、もし俺が、もしナズナと電車に乗っていたら、もし、ノリミチ？ノリミチだろ？おう、何やってんだよ！なんで来なかったんだよ神社に。あ、うん、ちょっと用事ができて。で、それが終わって追いかけてきたんだ。え、あ、うん。じゃあまあ、とにかく一緒に東大行こうぜな。つーか、もう俺花火が丸いか平べったいかなんてどうでもよくなってきちゃったよ。俺も。ふざけんなよ、何のためにここまで歩いてきたんだよ。ナズナは？え？どこ行ったんだよ。つか、なんでお前ん家に来たんだよ。いや、それはプールで。なんだよ。いや、うまく説明できないけど、その、え？お前ら付き合ってんの？付き合ってねえよ。じゃあなんだよ。その、マジうぜお前。着いた。どっち、丸い花火、平べったい花火？まだ上がってねえよ。っていうか丸いに決まってるけどな。平べったかったらマジで宿題全部だからな。開いてるよ、ここ。おお、すげえ、登れんのこれ。どうせだったら上で見ね。ああ、いいね、行こうぜ。山だかよ。結構長いなこれ。あ、上がった。どちら？丸いに決まってんだろ。夏休み終わったら来るかんな、俺。え、二学期始まったら絶対ナズナに好きって言うから。どうか、どうすんの。早く。どうだけ。どちら、丸か平べったいか。こんなことあるわけない。花火が平べったいなんて。
さ、花火なんて丸いに決まってんじゃん。え、そうなの？そうだよ。え、お前マジで言ってんの？いや、まあ、バカじゃねえのお前。どこの世界に平べったい花火があんだよ。火薬が爆発すんだから、どこから見ても丸いに決まってんじゃねえかよ。そっか。でも、もしも平べったかったらどうする？そんな世界あるわけねえだろ。お前の言う通りだ。え？こんなことあるわけない。ユウスケ。え？ナズナは俺が取り返す。もしも俺とナズナが電車に乗ったら、働けると思うの。16歳とか言って、どう？16歳に見える？これね、今朝海で拾ったの。わかんない、でも決めたの。Norimichi君がクロール勝ったから決めたの、出て行こうって。あ、だから責任取ってよ。え、せきに、うん、一緒に来てくれる？すごいじゃん、Norimichi くん。喧嘩強いんだ。見直しちゃった。あ、いや、なんか勢いで。つうか、誰あの人。ママ、再婚するんだって。すごいでしょ？結婚、3回目。最初に結婚してた時の浮気相手が私のパパ。でも私ができちゃって、二人で駆け落ちしてこの町に来たんだって。ドラマとか映画みたいだったんだって。だから私は駆け落ちカップルの娘なの。かっこいいでしょ。でもお父さんいなくなっちゃって。1年しか経っていないのに、お
母さんも新しい男の人と。信じられない。それで家出しようとしたのか。もうしてるじゃん。ていうか家出とか子供っぽいからやめてくれる。かけおち駆け落ちだからね。私にはママのビッチな血が流れているんだから。どうすんだよこれから。うん、東京行って二人で暮らそうよ。え、水商売がダメだったらどうしようか。芸能界とか入ろうかな。アイドルにでもなんのかよ。無理かな、結構いけると思うんだけど。え、夜明けの来ない夜はないさ、あなたがぽつり言う。え、なになに。お、お母さんがカラオケでよく歌う曲、松田聖子とかいう人の。小さい頃から聴いてるから覚えちゃったの。夜明けの来ない夜はないさ、あなたがぽつり言う。灯台の辰巳先で暗い海を見ていた。悩んだ日もある、悲しみにくじけそう。家出なんかできないし、駆け落ちなんかできっこないって。でもこのまま他の学校に転校する前に、今日だけは乃木道くんと。あれ、はずみくん。え、やばい。今の乗り道、ナズナもいたよな。どうなってんだよユウスケ。なんであいつら一緒にいんの。付き合ってんじゃねえの。ん、ぐっしゃー。おい、待てよ、どこ行くんだよ。待って、ちょっと。バレた。お前と一緒のところを見られた。なんで？バレたらダメなの？あ、いや、違くて。だって、ユウスケ、お前のこと好きだから。待てよ！追いかけてきた。ママ！え？どう
降りよう。え？次の駅で降りるぞ。ナズナ！あ、こっち。ノリミチ、どうなってんだよ。どうするの？飛ぶ。え？あっ。わかんねえよ。何それ。でも、え？俺はもしもお前がいなくなるとしても今日だけは一緒にいたい。あれ？ん？あっ、島田くん、及川さん。こんばんは。こんばんは。あ、わ、やっぱり付き合ってんじゃん。違います。ちょっと待ってよ。ちょっと何してるの。花火が平べったいか丸いかの研究です。はぁ、ナズナ。何なのかしら、まったく。あれ、春子の胸ってさ、こんなに小さくて平べったかったっけ。何すんのよ、変態。道くん、は？花火って丸いんだっけ、平べったいんだっけ。は？今日教室で話してたじゃない、みんなで。丸いに決まってるだろ。そうなの？絶対そうだ。この世界は違うよ。何が？花火がこんな形のわけないよ。どっちでもいいよ。え？丸くても平べったくてもこんな変な形でも、成道くんと二人でいられるならそんなのどっちでもいい。母ちゃんに見つからなかったら二人きりでいられたのかな。投げるぞ。乗り道！てめえ！
東京行って二人で暮らそうよ。あれ、水商売がダメだったらどうしようか。芸能界入ろうかな。アイドルにでもなんのかよ。無理かな、結構いけると思うんだけど。夜明けの来ない夜はないさ、あなたがぽつり言う。灯台の竜岬で暗い海を見ていた。悩んだ日もある悲しみにくじけそう。そこにいたから生きてこられた。まだかよ東大。つうか花火なんか丸くても平べったくてもよくね。うるせえな、早く歩けよ。え、どうしたの。あ、いや、まあ、あ、やっぱり。何がやっぱりなのよ。うわっ、ママ次の駅で絶対待ってるよ。多分大丈夫。玉さ、何？何が？お前が持っていた玉だよ。東大で俺が投げたやつ。わかんないよ。もしさ、あの玉がさ、何でも願い事を叶えてくれる玉だったら、お前何に使う？そんなわけないじゃん。もしもだよ、もしも。つうか投げたんだ俺、あの時。いつ？放課後、お前ん家の近くの Y 字路で家で見つかって連れ戻されたじゃん。ん？あの時投げたんだ。何の話？覚えてないの？知らない。いつの話？今日。今日？夕方。今が夕方じゃん。違うんだよ。今日何回も繰り返してるんだよ。覚えてないの？意味わかんない。あの球を投げたから、俺が。信じる？わけないよな、こんな話。本当は俺、プールでユウスケに負けたんだぜ。それでお前は、ユウスケを花火大会に誘ったんだ。安住くんとなんか嫌、ありえない。でもお前は俺じゃなくてユウスケを誘ったんだけど、ユウスケをすっぽかしてさ。で、お前はお母さんに捕まって、そんでその時にあの球拾ってさ、思いっきり投げたんだ。もしあの時に俺がユウスケに勝ってたら、そしたらなんか周りがグワーってなって、グワーグワーっていうか、グニュワーワーワーって言葉知らなさすぎ。うるさい。とにかく気づいたらプールで泳いでたんだ。今度俺が勝って、お前が俺を誘って、信じるわけないか、こんな話。信じるよ。え？のりみちくんの言うことなら信じるよ、私は。分かってる。
こんなことしても無理だって。でも、もしも、どっちにしたってこの町を出ていかなきゃいけないんだったら、今日一日だけでも、のりみちくんと、戻ってきちゃった。行こう。これはこれは。世の中私の知らないことはまだまだあるの。じゃあこれは、のりみちくんが作った世界なんだね。わかんねえけど、俺がもしもって望んだ通りになったけど、なんかおかしいよな。おかしいね。もしも、もしも俺がもう一回元の世界に戻してくれって球を投げたら、どうなっちゃうのかな。元に戻るんじゃない。そうしたらお前はん、どっか行っちゃうんだろう。そうしたらお前とはもう、そんなの嫌だ。それだったら俺はこのおかしな世界でお前と一緒にいる。この世界で俺はお前といたい。ねえ、泳ぎたくない？え？うん、うん、泳ごうよ。お、行こう。本当に泳ぐの？やった。泳ぐんじゃなかったのかよ。おい、本当に泳ぐのかよ。なあ、どうすんの？ナズナ！おい！
信じられないことすんなよな。ねえ、のりみちくん。なんだよ。次会えるの、いつかな。ナズナ！たく、お祭りだってのね。なんで俺たちばっかりが働かなきゃいけねえっつんだよ。え？なんでこんなところに尺玉が。だからどいつだ、落としたのは。花火師の風上にも置けねえ野郎だ。よし、上げるぞ。何よ、言ってよ。俺はナズナのことが。
次会えるの、どんな世界かな。楽しみだね。ゆうすけさん、はい。足立楓さん、はい。飯崎智美さん、はい。石毛啓太さん、はい。江ヶ崎かなさん、はい。太田俊夫さん、はい。加瀬彩香さん、はい。黒沢真央さん、はい。佐伯ひとみさん、はい。篠原涼さん、はい。島田典道さん、島田典道さん、島田くん、光って咲いた花火を見てた。きっとまだ終わらない夏が、曖昧な心を溶かして繋いだ。この夜が続いて欲しかった。あと何度君と同じ花火を見られるかなって、笑う顔に何ができるだろうか。傷つくこと喜ぶこと繰り返すのみと浄土、焦燥最終列車の音。何度でも言葉にして君を呼ぶよ。波を選びもう一度どう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 、もう二度と悲しまずに済むように。はっと息を飲めば消えちゃいそうな光が、きっとまだ胸に住んでいた。手を伸ばせば触れた未来は密かに二人を見ていた。パッと花火が、パッと花火が、夜に咲いた、夜に咲いた、夜に咲いて、夜に咲いて、静かに消えた、静かに消えた。離さないで、離れないで、もう少しだけ、もう少しだけ、もう少しだけ、このままで。砂の上に刻んだ
光って咲いた。